どうも、ショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。2018年の11月ぐらいから次の引っ越し先の物件を実は探し始めてました。なんですけど、なかなか見つからなかったです。一時は2019年の2月ぐらいに、あ、この物件いいかもって思って、やっぱり内見してみないとわからんなと。で、まあこれからもリサーチは続けていくんですけど、実際にですね、あ、ここすごくいいじゃんっていう物件もちょっと抑えてあります。もちろんそのどこに住むとか名前とかっていうのはその患者さんの身元がバレちゃうのもそのリスク、そういうのはやめたいんで言えないですけども、この物件になるんじゃないかっていうのが今ここにあります。だからその契約の一歩手前のとりあえずここ押さえておきますみたいな、その契約書みたいな、同意書っていうんですかね、確約書みたいな、そういうのを一応書いたんですよ。でそこを押さえたんですけども、でそこの物件がですね、家賃が12万5000円で、共益費がなくて、で、敷金礼金が1ヶ月で、で手数料がもろもろで、初期費用がだいたい計算すると78万とか80ちょっとぐらいになったんですね。で、あ、ちょっと高いなみたいな感じで思ってですね、で一応その僕も個人事業主としてやっているので、その何でしょう、保証会社が弾かれちゃったりとかですね、なんかいろいろこう、うまくいかなかったんですよ。でそれが頓挫してしまいまして、それからもう毎日毎日こう物件を見ていたんですけども、なかなかその2月に抑えようとしていた物件を超えるような条件の物件が見つからなかったんですよ。で毎日毎日やってて、あれないなーないなーって思ってたんです。で今この住んでる物件もそろそろ2年が経とうとしていて、更新するかしないかっていうその期限が迫ってたんですよ。しかもこの物件の解約通知をするタイミングっていうのが2ヶ月前だったので、もう本当いよいよこう5月6月までに物件を決めなければもう更新しちゃうよっていう感じだったんですよ。この物件更新しちゃうよっていう感じだったんですね。人生の経験としてこういうところに住んでおきたいっていうので、ここにまあ一時的に住んでみたようなもんなので、更新する気は申し訳ないですけどさらさらないという感じだったんですね。なので、ああもう次の物件ちょっと本当に急いでやんなきゃって思って、すごいちょっと焦ってたんです。若干焦りました。なんですけど、ついにですね、いい物件に出会えたので、そこに契約をしたということなんですね。で今度はその金子さんと同棲を始めるっていう物件なので、 1LDK で2人暮らし用でっていう、まあそういう物件を探してたんですよ。でそこが決まったんです。じゃあどういう物件なんですかっていうのはちょっとすみません、残念ながらお見せできなくて、じゃあお見せできないんだったら他になんかどういう情報をシェアするんですかっていうことなんですよね。こういう物件ですっていうのではなくて、その初期費用がめちゃくちゃ安かったんで、そのどれぐらいの初期費用だったか、その相場と比較してこれぐらいの初期費用でしたっていうのと、じゃあなんでそんなに初期費用を抑えることができたのかっていうのをちょっとシェアしていきたいと思います。なのでこの動画を見てる人の中で引っ越し物件を今から探してるんですっていう人がいた場合はですね、こういう風な考えで物件を探せば初期費用だったり仲介手数料を抑えられますよっていうのを、僕たちの経験っていうのがちょっとでも参考になってくれたら嬉しいなと思って、まあ、今回このような、ね、動画でシェアしていこうと思います。はい、ということで、まあ、今日もやったら噛み倒しているわけなんですけども、じゃあまず、なんでしょう、じゃあ早速、まあ、こういう物件とかこういう場所とかっていうのは、まあ、条件としては間取りがですね、 1LDK でクローゼットがついているタイプです。で、南向きっていう条件ですね。でその駅から徒歩1分なんですよ。はい、駅から徒歩1分というところですね。平米がこの物件 47.23平米なんですね。なのでまあそれなりに広さはあるのかなっていう感じです。でそこで家賃がいくらかっていうと119,000円プラス管理費が毎月10,000円で、あとなんかこう保証会社のあれが毎月1,900何十円かかってくるみたいなんで、まあ合計すると毎月131,000円ぐらいっていう感じですね。でその都内にある同じような物件で駅から徒歩1分のところにあって、45平米以上で南向きでっていうところはだいたいその相場を調べると15万16万とかするんですね。まあそのもちろん築年数とかによると思うんですけども、その賃料だけで見ると
まあ結構相場からしたら安い、比較的安い物件になってます。で、まあここからびっくりするところなんですけど、その初期費用がいくらかっていうところなんですけど、この物件なんとですね、敷金、礼金、仲介手数料が000の物件なんですね。000物件みたいな感じなんですよ。で、僕がこれ見た時に、いや、事故物件ですよね。で、なんかちょっともうここまで出そうになっちゃいましたね。はい。絶対なんかあったでしょと思って、なんとかてるさんっていうそのサイトで、この物件は事故物件じゃないよねっていうのを結構しっかり調べました。もしくは近くに事故物件がないからみたいなやつも、ちゃんと調べたんですよ。でも、それは一切なかったです。そういう情報一切なかったですし、まあ安全かなっていう感じです。じゃあなんでその000物件だったのかっていうことなんですけども、不動産のその紹介してくれた方からちゃんと説明はいただきました。で、その方の説明によると、その不動産屋さんがそのマンションをもう管理してるっていう感じなんですよね。不動産屋さん兼管理会社みたいな感じになってるので、そのまず仲介手数料はかかりませんということと、あとその初期費用、資金、礼金とかは、まあ、その会社の意向で00でいいですよっていうことを言ってるんです。ただその入居するための審査だったり保証会社だったりっていうのはめちゃくちゃ厳しいですよっていうふうに言われました。そうで、僕やっぱ個人事業主で働いてるわけなんで、うん、そっか保証会社かみたいな感じで思ったんですけど、そこはその確定申告の書類を見せたり、その不動産屋さんの人と話をしたりして、まあ信頼関係を築けたわけなんで、まあ、そこはなんとか取ることができたっていう感じですね。で、まあ正直ですね、この物件その内見っていうのはしてないんですね。なので、そっぺんさん、その内見してなくて大丈夫ですかっていうふうに言われると、まあ確かにそこはあるんですよ。一つとしてマネックとしてはあるんですけど、まあ、ただその写真を見せてもらったり、その動画を見せてもらったり、前住んでた人はこういうところに働いていて、もう会社名まで教えてくれましたからね、こういうところに働いてましたと、でこういう理由で出てったんですよっていうのもちゃんと教えてくれて、あの物件も大丈夫だというのがまあ確信できたわけなんで、その物件に申し込みをさせてもらったっていう感じなんです。で、やっぱその不動産屋さん自体がその物件を管理してるっていうと、やっぱそういった情報もすごくもう事細かく教えてくれますし、仲介手数料とか資金、礼金を省くことができたので、なのでこれはいいと思いましたね。そうなので、まあ申し込んだばっかりですけども、次の物件もそういった不動産屋さんがもう管理してるっていう、管理してるところが公開してるっていう、仲介手数料とか挟まずに申し込みができるっていう物件を、まあ次は探していこうかなというふうに思った次第です。なので、まあこの動画を見てる人も、まあそういった感じでその仲介手数料とか資金、礼金省きたい場合は、その不動産屋さんが管理している物件っていうのを積極的に探していってもらえたらいいな、なんていうふうに思います。はい、その僕が今回申し込ませてもらった物件の、その仲介手数とか敷金、礼金がもう000で、もうびっくりしたので、でも事故物件ではなくて正当な理由で000になってるっていう感じだったので、契約に至るまでの体験とかっていうのが、まあ今回この動画を見てる人の一人でも多くの方の参考になるかなというふうに思ったので、シェアをさせてもらいました。短かったんですけども、一人でも多くの方の参考になってくれたら嬉しいと思います。次からはいよいよ引っ越しに向けて家の中を、整理していくっていう段階に入っていきます。ミニマリズムでシンプルなライフスタイルを送っている僕のその引っ越しの様子っていうのも、まあ楽しんでもらえるかなというふうに思いますんで、これからまたシェアをしていこうと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。今回契約した物件っていうのは結局また都内になるんですけど、その東京以外の方、関東以外の方の話をすると、駅から徒歩3分で新築で 1LDK で50平米で家賃が3万5000円みたいな、そういうところもあるみたいなんで、もうなんか家賃ってなんだろうって思いますよね。なので、いずれはそういったリビングコストが抑えられる、住みやすくて、その気持ちのいい物件に住めたらいいな、っていうふうに思ってますね。はい、なので、また、その皆さんの、その物件の家賃いくらですかみたいなのも、そのコメントお待ちしてます。